はい、こんにちは。ということでね、手持ちの積む全てやり終えるまで終われま10耐久レースやっていきましょう。続いてさっきはね、怖がらせやサリーをやって、今度はね、ナイトメアビフォアクリスマスよりサリーということで、サリーに続いてサリーということです。はい。でナイトメアビフォアクリスマスってね、なんかクリスマスのシーズンとかにその絵本とかが出てるのを見たことがあるんですけど、実際はね、どんな作品なのかとかどんな絵本なのかっていうのを見たことがないので、どういう話なのかってね、もしね、分かる方がいれば、まあ、自分で調べてたりとか調べてね、見た方が早いっちゃ早いんですけど、まあ親切にこうご自身の解釈な サザンクロスみたいな感じで やりましたね。そうそう。で、ご自身が見ての感想とかも踏まえてですね、こんな作品ですっていうことを教えてくれると、まあ、非常に嬉しいかなというふうに思います。で今ね、なんかちらっと見てたら、あれですね、こう真ん中になんかブラックホールじゃないか、あれはなんて言ったらいいですかね、まあとりあえずなんかクロス型のねものが出てきて、でバーってなんか茨みたいなのが出てきてますね。え、何、バラか何かをこう操るキャラクターなんですかね。本当にわからないんで、ちょっと本当に誰か教えていただけるとすごいありがたいですね。ね、本当に知らない作品とね、知ってる作品のね、こうベラベラ喋れるフリートークとね、そうじゃないやつの差っていうのがものすごく激しいですよね。でそれ全然点数を伸ばせないっていうね、点数もコインも伸びないっていう、いやー、なかなかレベルが高いっていうか、まあ、これはね、完全にね、操作しているのは僕の責任なんで、あ、タイムボム出た。タイムボム出たんで、ポンポン、ほい。よし。このゼロっちゅうキャラも、ナイトメアのやつでしたっけ？とりあえず僕はプンバが好き。うん。タイムボムをね、合計じゃなくてね、ワンプレイで4個を壊すってやったら、もう彼しかいないんですよ、できるキャラクター。まあもう間もなく紹介できるとは思うんですけど、まあ彼しかいないんでね。はい。ということで、真ん中にクロス型の、アイテム中かなんか、ブラックホールを出して、斜め型に切っていく、そんなつもでございました。サリーでした。ではまた次回。